和気駅は、岡山県和気郡和気町福富にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は j、j r s a 9駅構内には、運転取扱業務に携わる JR 西日本、岡山支社管内の社員の訓練を行う、実設訓練センターがある。1991年までは、童和工業型紙鉄道との接続駅であった。ホーム。 片上鉄道ホーム端式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅。駅舎は一番乗り場側にあり、島式の2.3番乗り場へは、神戸方に設けられている、古線橋で連絡している。また下関方には、保線基地の備前保線区は期管理室が設けられている。かつては南側に、 片上鉄道線の島式ホームがさらに一面あり、下関、柳原方に設けられていた、地下連絡通路で国鉄側の各ホームと結ばれていた。また、片上鉄道ホーム南側には、片上鉄道線の側線群があり、さらに、柳原方には1960年代に整備された、片上鉄道の貨物ヤードが設けられていた。片紙鉄道廃止後、 鉄道施設はすべて撤去され、片上鉄道急行内や貨物ヤード跡は、岡山県道703号尾前柳原自転車、道線及び駐輪場、駐車場、ロータリーに転用された。また、ホーム地下連絡通路は、山陽本線ホームの階段部を埋め戻して閉鎖した、上で、旧片上鉄道ホーム開口部を駅、南側で入り口とし、駅本屋横に、 北側で入り口を新設した歩行者、自転車用地稼働に転用された。この他山陽本線と片上鉄道線の間に、あった、側線後に、模擬踏切や信号機を備えた、訓練船2線を持つ岡山総合実設、訓練センターが整備されている。直営駅で、東岡山駅の管理下にあり、地区駅として位置づけられている。しかし、 2019年6月以降は、友人駅扱いながら、窓口は閉鎖され、駅係員は、事務室に常駐し、インターホンで呼び出さないと表に出てこないようになっている。窓口閉鎖と、同時期に、駅スタンプも撤去されている。移行か対応の簡易型自動改札機設置。上り本線は1番乗り場、下り本線は3番乗り場であり、2番乗り場は、 上下共用の対比線である。主に1.3番乗り場を使用し、2番乗り場は岡山駅当駅間の区間列車の折り返しと特急の通過待ちで使用する。なお、2番乗り場から姫路方面へ発車する旅客列車は2008年3月改正まで設定されていなかった。近年の1日平均乗車辞任は以下の通りである。ありがとうございます。